では前回の続きをやっていきます。夕焼けになっちゃったな、一回寝るか。今どういう状況かというとですね、なんだよ、あ、おっぱいか。今報告会の銀を使ってですね、ゴールドをシルバーマンにしようとしているんですね。まあストーリーを進めていけば、もっと加速してゴールドをシルバーマンにすることができるんだけども、ストーリーをちょっと無視してですね、報告会のこの銀だけを利用してですね、もう202個も手に入るわけでございます。あと1787個、1787年って言ったら、まだ戦国時代とか、まだ江戸時代になってないよね。わかんない、忘れちゃった。戦国時代かな。歴史よくわかんないんだが、まあ、関係ないけどね。さて、暇なんですよ、だから、わざわざ暇な時間を選んで過ごしているということですね。くしゃみが出ます。ごめんなさいね。生肉は今478個もあります。なると500個を目指したくなりますね。で、前回あそこにいる ドラゴンをやっつけたんですよね。だから今度向こうにいるトロールでもやっつけに行こうかなと思っております。ちょっと夜なんでね、一回寝たいなとも思いますね。まあサボテンボールを探しに行くっていうのも面白いとかもしれませんね。銀の鉱脈を探す時のゴールドンがパーティーに加わっている状態でね、いろいろ穴を開けて通れないところを通れるようにしてきたんで、いろんなルートで行くことができるようになっております。だからサボテン ボールサボテンでも探しつつトロールの方に行きたいなと思います。あとね、この辺にも出やすいっていうふうに聞いたことがあってですね、行ってみたいと思います。なんか僕の攻略サイト、攻略本とか見ればわかるのかな。僕の感覚ではサボテンの種を取り出してそれをいっぱい植えると出るんじゃないのかなと思っているんですけどね。剣をさ、こうやるとさ、上の方だけこうやるとさ、種が出るわけですね。この種を集めていっぱい植えると、なんかの拍子でボールサボテンができるんじゃないのかな。他の島とかでもできたらいいなと思っております。
辺にもサボテンボールがあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあそんな都合よくね、都合よくは現れないようでございます。あ、サボテンボールには花が咲いてますからね。花が咲いていれば目の錯覚で見つからないってこともないんじゃないでしょうかね。まあ、これも花みたいなの咲いてますけど、まあ、ちょっと今は見つからないということでございますね。で、ここに穴が開いております。ちょっとブロックを、ゴルドンと穴があった通路でございます。食べ物を食えるモンスターを見つけたいね。ツタの実が手に入りました。実は毛皮しか食えないから、ね、ああ毛皮も持っといた方がいいけどね。いつかなんか役立つかもしれない。生肉18だね。あと12個で500。あと10個で500です。行きたいと思います。ここにも花が開いております。ああ、まあ、穴開けたんだ。ここからどこ行けようにしたんだっけな。こっち行けんだ。でもやめたんだね。ああ、ここを見つけるために行ったんだよ。
です。よっ。こっちです。よっ。
界時代かな、そんなイメージが。暇なんで新しい土地の2階部分を作っていこうかなと思いますね。
鮮度のあるところまで身につけておくと大丈夫。その外側は拠点外になっています。拠点外と屋根をくっつけても大丈夫だけど、とりあえず拠点の境側までになってしまうので、ね、分かりづらくなっちゃうんで、ね、とりあえず階段もね、階段を作りたいなと思っているので、階段も作る。下、干渉してないかな。干渉してないね。ここはちょっと微妙なところで、ここからこっちに向けるようにして、まあここ通ればいいんだから別にいいんだけどね。まあ地は開けとこう、ここは。もしくはここを壊して、上はここから行けるんで、ここは開けちゃう。ここはね、下がね、広々としたセカンドフロア、セカンドフロアでございます。将来的には街をね、ここで作っていこうと思っているんですね。だからここがね、入り口になってます。こっちも一応ね、降りていけば、ここは拠点内、ここは拠点内、拠点内、拠点内、ここ拠点内、ここ拠点外、ここ拠点内、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 ここ拠点外なんだ。一応階段作ったと。
では立てないのかな。まあいいや。どうしようかな。もうちょっと、まあ、1500年ぐらいだったから、200ずつ溜まっていくから、あと2週間ぐらいかかるかも。あ、そんなにかかんないか。あと 1週間ぐらいだな。それにしてもやることがないんだ。1300、あと1300くらいになるね。よし、1300だから、あと1週間ぐらいかな。とりあえずスピードアップさせるためにプレイラクターすぐ入れると。時間は過ごさない。で、退屈なんで、まだ作ったことないアイテムとかあれば、それを使って何か。まあ、こういうのはあんまり作ってなかったね。砂の壁を、ああ、そんなに使えないな。これいっぱい作った。綿がもったいないんだよな。ちょっと綿を使うのはやめとこう。これも綿がいない。これはね、別に作ってもいいけどね。暇なんで、今作ったこの砂壁、これもあるね。とりあえずこの3種類のブロックを使っていこう。まずこの一番少ないやつ、リフォーム、リファーム。まあ、ここら辺はいい。まあ、でも綺麗にしていこう。綺麗だね。こんなとこだな。今度はね、これを使っていく。本当はね、葉っぱと一緒に使いたいと思うんだけど、オッカムに葉っぱのブロックがないからね。しょうがない。
ら辺は綺麗なんだよね。ちょっとこれも入ってるから、ちょっと余っちゃうんだよね。海外に行かないか。綺麗なんだよね。やっぱりレンガとかが1位だからね。綺麗なんだよ。レンガはおしゃれなんだよ。
壁も取っちゃうんだよね。
グライアントの金を作りましょう。これね、何回使えるんだよな。
ーズしています。
バー。初めてバー作ったかもしれない。
ちょっとみんなごめんね。
ター検索しなくちゃ。Thank you.
だけ金の水差し、壁掛け明かり、壁掛け明かりをすると、
せちゃって。you
Thank you.
Thank you.
さよなら。